こんにちは、マクシン鉄道チャンネルです。本日の動画は、首都圏で利用者が 65% も減少している鉄道路線についての動画になります。ただいま千葉駅に来ております。このチャンネルでは、神奈川県、東京都を中心に貨物列車、特急列車、沿線などの情報を動画とともにお伝えさせていただいております。この動画をご覧になっていただきまして、気に入っていただけたら、いいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。早速ネタバラシなんですが、首都圏で利用者が 65% も減少している鉄道路線は、千葉県内を走っております JR 東日本の内房線になります。現在蘇我駅に来ておりまして、内房線は千葉県千葉市中央区の蘇我駅から木更津市の木更津駅を経由して、鴨川市の阿波鴨川駅へ至る JR 東日本の鉄道路線であります。内房線の利用者は1987年対比で 65% も減少しており、その背景をお伝えしながら動画をお届けしたいと思っております。今見ているのが、蘇我駅から木更津方面に向かっての線路になりまして、右側が内房線、左側が外房線に向かう分岐になっております。ここ蘇我駅の発車メロディーは、ジェフユナイテッド市原千葉のオフィシャルソングオーバーが使用されております。内房線の運転系統は、外房線の千葉駅寄りの区間、千葉駅から蘇我駅間を含めた千葉駅から阿波鴨川駅間となっておりますが、正式な内房線の起点はここ蘇我駅となっております。今内房線の列車が蘇我駅を出発していきました。先ほど説明しました、次の分岐で右側が内房線、左側に行くと外房線方面になりますので、この列車は内房線ですので、右側の線路を通っていきます。内房線の開業は1912年3月28日の111年前になります。今映っておりますのが特急若潮になっておりまして、外房線周りの阿波鴨川行きとなっております。5番線の外房線ドアが閉まります。ご注意ください。今外房線周りの特急若潮が出発しております。外房線方面ですので、先ほどの分岐を左に進んでいきます。内房線利用者数激減の理由は大きく分けて3つあります。1つ目は東京アクアラインの開通、2つ目には千葉県内の高速道路網の充実、3つ目は高速バスの台頭になっております。1つ1つ動画の中で解説していきますので、ぜひ最後までご覧になっていただければと思います。まず内房線利用者数激減の理由の1つ目、東京湾アクアラインの開通ですが、東京湾アクアラインが開通する以前は、千葉県房総半島方面への鉄道利用が多くありまして、海水浴シーズンである夏季はかなりのにぎわいぶりを見せておりました。その一例として、
観光需要の増える陰に設定された房総夏ダイヤというものがありました。当時の時刻表を見ると、今よりも多くの特急や普通列車が設定されていたのはもちろんのこと、臨時快速列車の設定もされていました。しかし1997年に東京湾アクアラインが開通し、モータリゼーションの進行やそれに付随した道路の整備等により鉄道利用は大きく減少いたします。そして房総夏ダイヤは1998年の夏季の設定を最後に姿を消しております。今走っております蘇我君津駅間の最高速度は120キロになっておりまして、だいたい今110キロ前後で走行しておりますが、結構飛ばしております。今五井駅に到着しております。ここからは小湊鉄道線が出ておりまして、非電化路線になっておりまして、気動車が止まっております。内房線利用者数激減の理由2つ目、千葉県内の高速道路網の充実になります。東京湾アクアラインの開通を皮切りに、千葉県内の高速道路網も拡大することになりました。2007年には立山自動車道が全通、2013年には圏央道の木更津東から東金間が開通するなど、ここ15年程度の間に房総半島の道路状況は格段に良くなりました。これによりモータリゼーションの進行に拍車をかけ、観覧車が見えると思うんですが、今見えている観覧車は三井アウトレットパーク木更津に隣接した遊園地木更津観覧車パークキサラピアの観覧車になります。メインのアトラクションの象徴である大観覧車は高さ60メートルあり、フルカラーの LED による夜のイルミネーションが綺麗なようです。ここから先に東京湾アクアラインから続く東京湾アクアライン連絡道があります。東京湾アクアラインは神奈川県川崎市から東京湾を横断して、ここ千葉県木更津市へ至る高速道路であります。正式名称は東京湾横断道路、東京湾横断道路連絡道となっております。開通は先ほども申しました1997年ですので、もう25年以上が経っております。開通当時は普通車で4000円の通行料がかかりましたが、現在は ETC で800円ととても割安感があります。東京湾アクアラインの開通によって千葉県の半島制が解消され、木更津から川崎間が東京湾をぐるっと回っていきますと 100km ありましたが、そこから3分の1の 30km、 所要時間も約90分かかっていたところが30分に短縮されたため、川崎・木更津の地域との交流が身近なものになり、首都圏の物流が一層活発になりました。ちなみに東京湾アクアライン道路全体の総延長は 15.1km で、このうち東京湾を横断する川崎側の約 9.5km 区間に東京湾アクアトンネルと呼ばれるトンネルがあります。木更津側の約 4.4km 区間に東京湾
アクアブリッジと呼ばれる橋があります。東京湾アクアブリッジは日本一の長さ、全長4384メートルの橋梁でありまして、東京湾アクアトンネルは山手トンネル、関越トンネル、飛騨トンネルに次ぐ日本第4位の長さ、全長9607メートルになります。そして海底道路トンネルとしては日本最長であり、世界でも第2位の長さがあります。そして内房線利用者数激減の理由に戻らさせていただきますと、内房線利用者数激減の理由3つ目、それは高速バスの台頭になります。高速道路が開通すると、その高速道路の恩恵を生かした高速バスの運行が開始されるケースが多くあるんですが、これから到着します木更津でも高速バスが発達しております。房総方面への 高速バスも例外ではなく、多くの路線が運行されておりまして、東京から2時間程度で行くことのできる房総半島は観光需要があり、高速バスの運行には成功を収めております。その一方で、ここ内房線の在来線や特急は本数や料金で劣りまして、利用者数低迷に陥っております。ここ木更津駅は JR 久留里線が走っている駅でもあります。ちなみに今木更津駅から見ますと高速バスがもう止まっておりました。この木更津駅での高速バスの状況をちょっと確認していきたいと思います。ここ木更津駅や木更津金田バスターミナル等から東京湾アクアラインを経由して、東京駅、新宿駅、品川駅、渋谷駅、羽田空港駅、横浜駅、川崎駅等へ向かう高速バスが数多く運行されています。木更津駅西口から新宿までは1600円、1時間に2本程度設定されておりまして、時間帯によりますが、乗車時間は1時間10分から30分前後で到着いたします。さらに木更津金田バスターミナルから東京駅へ向かう高速バスは、朝7時台の通勤通学時間帯には1時間に17本も運行しております。座ったまま移動が可能な高速バス、とっても便利ですよね。もちろん私は鉄道が好きですので鉄道びいきなのですが、なかなかこれは難しいのではないかなと考えさせられてしまいます。東口から出ている横浜駅を見に行きたいと思います。こちらですね、横浜駅を見ると1時間に1本から2本程度ですが、1時間10分前後で横浜駅に到着できるのでとっても早いですね。木更津駅から横浜駅間は片道1600円になっておりました。内房線、外房線の利用者数の減少へとつながる結果になりました。実際1980年代後半には内房線、君津から阿波鴨川、外房線、茂原から阿波鴨川ともに輸送密度は9000人を超えていました。しかし2011年には内房線では3000人程度、外房線では5000人程度まで落ち込んでいます。
この結果から内房線の方がより一層アクアラインの恩恵を受けているためであると考えられています。その後、外房線に関しては微増傾向ではありますが、内房線は減少傾向にあり、厳しい状況が続いております。同じ千葉県内の鹿島神宮や長所方面を結んでいたあやめが2015年に廃止となりましたが、これは高速バス台頭による利用者数が低迷したことが一因であると言われております。また木更津駅のホームに戻ってきました。立山駅方面に向かって進んでいきたいと思います。まだここ蘇我駅から君津駅間は苦戦区間となっており、列車の本数も比較的多くあります。東京区間や神奈川県との直通運転する快速列車なども運行されております。一方で君津以南は単線区間で列車本数は少なくなりますが、行楽需要が増える休日には南房総と新宿を結ぶ特急列車さざ波や自転車を持ち込める BB ベースが運行されております。内房線は全線が旅客営業規則の定める東京銀行区間および IC カード Suica の首都圏エリアに含まれております。この内房線は房総半島を一周する鉄道のうち、東京湾側の鉄道として1912年に蘇我駅から姉ヶ崎駅間が木更津線として開業したのが始まりとなります。以後少しずつ延伸を繰り返し、1919年に阿波北条駅、現在の立山駅まで達したところで北条線と改称し、その後1925年に阿波鴨川駅に達して現在の内房線の区間が全通したことになります。首都圏では鉄道は利用されておりますが、その鉄道利用も末端からは厳しい状況に置かれています。都心近く行楽事業が見られる青梅線の青梅から奥多摩間では1980年比で 32% も利用者数を減らしております。立川から青梅では24% 増加しているので、末端部分は厳しい状況であります。東海道線も小田原から東京間は増やしておりますが、小田原から熱海間は1980年比で 35% 減少しております。内房線の車両209系潮風に当たってるからでしょうか、傷んでるような感じがしております。ここ内房線の君津以南の立山方面では1980年比で 65% 減少、都心からやはり遠い部分ですので厳しい状況は変わらないようです。ここ君津から阿波鴨川間は単線区間になっておりまして、最高速度は95キロになっております。またマザー牧場が近いからでしょうか、このようなモニュメントがありました。結構マザー牧場家族で行くと牛の乳搾りや子豚のレースなどがあってとっても楽しいですね。君津駅から阿波鴨川へ行く直通の電車はワンマン列車の2両列車になっております。時刻表を見ますと、だいたい1日に阿波鴨川まで行くのは1時間に1本程度になっております。内房線利用者数激減の理由で東京湾アクアラインの開通や千葉県内の高速道路網の充実、高速バスの台頭を挙げさせていただきましたが、それによりさらなる問題が出ているようです。アクアラインや高速道路の開通により
鉄道の需要が減少した房総半島ではありますが、車利用が多くなった影響で道路の渋滞など新たな問題が生じているようです。一方、鉄道は渋滞もなく定時制が確保されるといったメリットが存在しますので、東京から2時間圏内にあり、観光需要は大きく見込まれるエリアでありますので、ぜひ観光列車の設定や渋滞がなく快適な旅になる鉄道の魅力を全面的に押し出すなどして、ぜひ内房線には頑張ってほしいと思っております。今から乗る電車は E131 系、木更津駅から阿波鴨川駅間で2両から4両で通常は運転されております。この内房線の各駅の駅舎は木造になっておりまして、当時のモダンな作りで結構渋くて私は好きですね。これから最後に房総半島の南の末端部分であります立山駅で高速バスの状況を見たいと思っております。運賃表を見てみますと、立山駅から東京方面山手線内は2310円で行くことができるんですね。立山から新宿駅のバスはどういう状況なのか見ていきたいと思います。JR バスが運行してるんですね。立山新宿駅間は1時間に1本程度で、乗車時間は2時間ほどになっております。運賃はその時期によって違うようなのですが、繁忙期で2800円となっております。さて、いかがだったでしょうか。本日は首都圏で利用者が 65% も減少している鉄道路線内房線についての動画になりました。内房線の利用者が激減している理由は3つありまして、1つ目には東京湾アクアラインの開通、2つ目には千葉県内の高速道路網の充実、3つ目には高速バスの台頭になりました。しかし、さらなる問題としてアクアラインや高速道路の開通により道路の需要が減少した房総半島ではありましたが、車利用が多くなった影響で道路の渋滞など新たな問題が生じています。ですので、渋滞がなく快適な旅になる鉄道の魅力を前面に押し出していただき、ぜひ内房線には頑張っていただきたいと思っております。ちなみに立山駅の発車メロディーは XJAPAN のフォーエバーラブになっておりまして、この発車メロディーのボタン押し放題がありましたので押してみました。結構音色が綺麗で、私は高校生の時にずっと聴いてました。こんなところにこんなボタンがあるなんてとっても嬉しかったです。このチャンネルでは神奈川県、東京都を中心に特急列車、貨物列車、新幹線などまた鉄道の情報を詰め込んで動画をお送りさせていただいております。もし
この動画をご覧になっていただきまして、よかったらいいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日は最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。ありがとうございました。失礼いたします。